はい、それではお待たせいたしました。臨時会見の方を始めさせていただきます。冒頭知事から説明があります。新田さん、よろしくお願いいたします。はい、急なご案内もかかわらずお集まりいただきましてありがとうございます。本日は新型コロナウイルス感染症に関する本件の対応についてご説明を申し上げます。新型コロナの感染対策のレベルにつきましては、2月10日にレベル2の警戒警報から同じくレベル2の感染注意報に引き下げたわけでありますけれども、それ以降も感染者あるいは入院者数ともに減少傾向が続いております。現在は昨年夏の第7波に入る前の感染拡大前の水準まで下がっているということでございます。さらに心配しておりました季節性インフルエンザの患者数も減少に転じております。そして救急搬送困難事例も少なくなるなど、医療への負荷は小さくなっていると言えます。このため先ほど有識者のご意見も伺った上で、感染対策のレベルを明日3月21日からレベル1に引き下げたいと存じます。レベル1となるのは現在のレベル分類に見直して以降初めてのことになります。この間、そして現在も新型コロナに対応いただいております医療あるいは介護消防などの皆様、また感染対策にご協力いただきました県民事業者の皆様に厚く御礼を申し上げたいと思います。感謝申し上げます。レベル1に移行するわけですけれども、今回の冬のいわゆる第8波では80歳以上の感染者や高齢者施設でのクラスターが増えました。その結果、入院病床使用率が初めて 70% を超える日もありました。医療提供体制が逼迫したと言えます。このため本県では今後とも重症化リスクの高い方が多く入所されている高齢者施設での従事者向けの週2回の集中的検査あるいはクラスター発生時の支援、これを継続していきたいと考えております。この高齢者施設が今後の対策の肝だというふうに考えております。また薬局などでの無料検査ですが、国の方針では原則これはレベル2以上で実施するとされているんですが、年度末は人の移動も多くなることが見込まれますので、すぐにはやめずに3月末まで、今月いっぱい実施を続けます。さらにレベル1に移行してもウイルスの特性が急に変わることはありません。これからはウィズコロナの社会となると言えます。引き続き日常生活での基本的な感染対策の継続を県民の皆様にお願いをいたします。特にこれから学校などが春休みに入り人の移動が増える年度末の時期を迎えます。手洗いなど手指手指の衛生の保持、花粉症の方には配慮が必要ですがこまめな換気、そしてコロナ当初によく言われましたが、改めて3つの密、密集、密閉、密接、これを回避するということ、体調の不良時には無理をなさらずに出勤や登校を控えるようにお願いをいたします。また今月の13日からマスクの着脱は個人の判断が基本とされていますが、医療機関の受診時、医療機関や高齢者施設を訪れる際には、重症化リスクの高い方への感染を防ぐためにもマスクの着用が推奨されていますので、県民の皆様にはご協力をお願いをいたします。併せて個々人がお互いを思いやり、マスクの着脱を強いることがないように思いやりを持って他者に対応いただきたいとお願いをいたします。次ですが、5月8日から皆様報道されているように新型コロナウイルス感染症が感染症法上の分類が季節性インフルエンザと同じ第5類に位置づけされる方針が出されております。これに伴いまして本件はどう対応するかについてご説明をいたします。国としては5類移行後は医療提供体制を幅広い医療機関による自律的な対応へ段階的に移行することとしています。これに伴いまして本件では基本的な考え方としまして、県民の皆様が感染拡大時も新型コロナとそれ以外の通常医療も含めて必要な治療を受けることができる医療提供体制を確保していくこと、そして高齢者などの重症化リスクの高い方に対する重点的な対応を行うこと、感染状況や流行株の特徴に応じて県民の皆様の自主的な感染対策を促進をすること、この3つのポイントを重視してまいりたいと考えます。
このため医療提供体制については速やかに通常医療、すなわち多くの医療機関で新型コロナに対応する体制で移行することを原則として、現在医療関係の皆様と調整を進めております。ただし、入院は受け入れ体制が整うまでに一定の期間を要するため、現在の病床確保病院には9月末までの病床確保を依頼したいと考えております。また、高齢者施設には感染対策の支援など、当面の間は現行通りの対応を行ってまいります。さらに、県民の皆様に対しては、発熱時や自宅療養時の不安解消のため、引き続き県による相談の体制を維持をしてまいります。また、自主的な感染対策を促すためにも、感染状況や流行株の特徴などの適切な情報提供に努めてまいります。さらに、5類移行後は、自主的な感染対策を原則としつつも、感染が拡大し、医療提供体制に逼迫が見られる場合は、マスク着用も含め、感染対策の徹底をお願いすることも考えてまいります。次のスライドですが、このスライドは5類移行に伴う主な変更点を整理した一覧となります。今ほど申し上げましたように、基本的な考え方に基づき、国が示した対応方針を基本としつつ、医療提供体制については速やかに幅広い医療機関で対応できるように、医療関係の皆様と調整を進めるとともに、県としても感染対策のための施設設備の整備の支援に努めてまいります。その他変更点の詳細については、担当の感染症対策課、感染症対策課までお問い合わせいただければと思います。冒頭、私からは以上となります。